こんばんは、ミスターマヤさん、お忙しいところメッセージありがとうございます。まず1本目なんですけども、事業のこととかね、いろいろと考えられていることと、今のビジネスのことね、対中貿易摩擦ですか、関税がね、ぐっと高くなったりとかすることがあると思います。こういうふうに、世界の各国の状況を見ながらビジネスを進めていけるってところも、ミスターマヤさんならではなんではないかなと思いますよね。これをですね、高知の栄に行ってどういうふうな角度で切り込んでいくのかってところもなかなかね、ギャップがあって面白いんではないかなと思います。さあ、それで今回ね、FX のことについてなんですけども、エントリーする回数が少なかったよってことなんですけども、少なくて OK ですよ。最初は少ないんですよ。要するに、この、投資ってね、なんかその自分の力量を超えた金額をバンバンいっちゃうと損するんですよ。ですから分かる範囲とかね、ダメージを受けないようなところから始めていかないといけないと思うんですよね。で、それが全ての基本です。それを鍛えていけるのが FX なんですよ。でも FX のこういったトレーニングを抜きに投資事とかビジネスやっちゃうと自分の力量を超えたね、例えば300万、500万ボーンといっちゃったりとか、大した情報とかも取らずに進んじゃったりとか、こういう風になっちゃうんですよね。だからそうではなくてきちんと情報を取っていく。いわゆる FX だったら学びをやっていくってことで、これは硬いだろうってところから攻めていくんですよ。私の場合はダブルトップの時だけ行ったみたいなね。最初はそうだったんですよ。だから週に1回ぐらいしかないですよ。ダブルトップオンリーで行くんだったら。でもそういうところからスタートなんですよ。肝心なのはマイナスをなくすってことなんですよ。動けば少ないけどもプラス。動けばいい時は大きくプラス。こういう風な2択になっていくと、勝ちか負けかじゃないんですよ。勝ちか大きな勝ちかしかないんで、後退せずに済むんですよね。そういう風な感じでね、焦るとですね、やっぱり手数が多くなっちゃうんですよ。手数が多くなっていいことはないです。どうしても手数が多くなるんだったら、デモトレードとか、少額トレード、10円ベッドで十分ですから、そこら辺から始めていったらいいんじゃないかなと思いますよね。ただね、これね、弊害もありまして、少額ベッドとかデモトレードが、これ癖になっちゃうんですよね。で、そっからなかなか抜け出せなくなるんで、このマインドはマインドで鍛えていかないと、じゃあ、10万ベッドしようかなとか20万ベッド、10万全部いくわけじゃないですけども、10万資金投入して、1エントリー1000円とか2000円でいこうかなっていう風に発想にならないんですよね。そういった意味も込みで、トレーニングも、いつまでそのトレーニングをやるのかなってことを決めていってね、どういう状態になったらトレーニングから、実弾を打っていくのかってことを、やっぱり決めていくってことも大事だと思います。参考にしてみてください。それではね、2本目の動画、また見させていただきます。失礼します。